皆さんこんにちは。女性ビジネス心理研究所ティーズバー主催タカ子です。本日は女性は営業に向いているのか向いていないのかを判断する基準についてということについてお伝えしたいと思います。女性社員を雇う場合に、事務職とかで、雇うっていうことで、内勤の方ですね、営業の本当に外勤で出る男性の方のサポートっていう形で雇うようなケースとかが多いと思うんですけれども、女性の営業というのも当然いろんな場面でいるケースもありますし、業種業態職種によっても必要とされるシーンと場面が違うと思うんですよね。で、女性は、もちろんサポートっていうことに徹するのが大好きな人とかもいますけれども、私自身はずっと営業職ですので、その外に出て働く活躍するっていうのが、好きな方も当然いらっしゃるわけですよね。そうするとそのような方とかが採用として人事として採用したい欲しいという場合に、営業職としてどういった観点で見極めていったらいいのか、向き不向きですね、そちらを判断する考え方っていうのを、私なりの自分の経験値も含めてなんですけれども、こんなところを見ていったらいいんじゃないのかなっていうことを今日はお伝えしていきたいというふうに思います。まず営業職っていう部分でですね、基本的にはメンタル弱いよりは強い方がいいんですけれども、必ずしもそればっかりが成果を出せる営業っていうことでもない場合がある。なのでタイプがいろいろあるんですね。営業をどういうふうな形で営業をやっていくのかっていうところで考えるとですね、一般的に言われている営業向きって言われているその性格っていうのは、本当に向いてるのか向いてないのかっていうことを、ちょっとこれから検証していってみたいと思うんですけれども、一般的に営業によく向いていると言われる、性格、例えば6個ぐらいあったとするんですけれども、例えば1つ目ですね、人と話すのが好き。2つ目、明るくて社交的。3つ目、ポジティブで前向き。4つ目、人見知りをしない。5つ目、誰とでも仲良くなれる。6つ目、自分に自信がある。揃ってればもちろん悪くはないなっていう感じなんですけど、じゃあ欠けてるとダメかっていうとそうではなくて、やはり表裏一体の部分があるんですよね。そこをのトータルバランスでその人が営業としてやっていく、その業種業態の営業です。だから、業種業態が変わると欲しいスキルが変わってくるので、一般的に言われているこれが一体どうなんっていう、それをね考えていきたいかなと思います。今日は私女性っていうことで言ってますけど、男性でも見るとき多分同じような目線で私は見ていましたので、そちらをちょっとお伝えしたいかなと思うんですね。例えば人と話すのが好きっていうところに関してなんですけども、全くの人見知りよりは話せた方がいいですね。しかも誰とでも仲良くすぐに打ち解けて話せるっていうのは全然 OK なんですけれども、これ同域すぎるとやっぱり御用聞き営業って言って世間話をするためだけに行くみたいな、そういう非道になってしまう可能性もあるんですね。要は核心であるいわゆる営業的な、お互いに利益を追求するっていうところになると、どうしても商売の話になっていきますよね。物を買っていただく、サービスを買っていただいて対価をいただくっていう、ここの営業活動がどうしてもあって、ここがないと会社潰れてしまいますので、そこの切り込みがどこかの段階ではできないとやっぱり営業としてはやっていけないですよね。だから仲良くなるっていうか、コミュニケーション取れるっていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、そういう意味で話すのが好きっていうのだと向いてないことになりますね。一般的には向いてることにはなってます。だけれども、その核心の部分をちゃんとお客様と、営業っていうことで、対等な立場っていう言い方変なんですけどね、パートナーシップを取ってお話ができるかできないかっていうのは非常に大きな要因になってくるので、ただ単に話すのが好きっていう人はあんまり逆に向いてないかもしれないですね。きちんとお仕事のお話をできるっていう、その素養プラス話すのが好きっていうのはいいかなっていうふうに思います。
で、2つ目ですね、明るくて社交的 っていうところですね。例えば特に新規開拓的なところで言うと、第一印象とか大事なので、絶対的に暗い人よりは明るい人の方がいいです。目に力があったりとか、まあやっぱりなんだろうな、元気な感じで、契約しようという人と相手の人がなんかこう下向いてて、なんか目をこうくね伏せ目がちでとか言ったら、いやこの人頼んで大丈夫なのかなってやはり思ってしまうと思うんですよね。だから普段からもちろん明るくて裏表がないのももちろん一番いいと思うんですけど、仕事モードでスイッチを入れていきなりね、きちんと明るくなるっていうことができる人なら職業的にはありかなっていうふうに思いますね。さんまさんは仕事もプライベートも関係なくずっと喋ってるタイプみたいですよね、あの方はね。それはもうそういう形 です。私も別にプライベートと仕事ってそんなに分かれてなくて、等身大のまんまで生きてる人なので、そこはね、そんなに苦労はしてないんですよね。だから、お客様の空気を読める感覚を持った明るくて社交的な人がいいですね。ただ単にバーッ自分のことばっかり喋ってっていうような形の人は、お客様からは鬱陶しいというふうに思われてしまうこともありますね。なので、明るい社交的は基本要素としてはすごくいいとは思うんですけれども、まあその相手の方を考えられるかどうかっていうところでの、まあ、トーンダウン、トーンアップっていうのができればいいかなっていうふうに思います。3つ目ですね、ポジティブで前向きっていうことで、基本営業職をやっていくのであれば、まあお客様に断られたりとか、場合によっては自分に非がないのに会社の商品として罵声を浴びせられるとかね、クレーム系とかはそうですけどね、その時に会社の顔として謝罪しなくてはいけないっていうこともあったりすることもあります。だからネガティブよりはポジティブの方がいいですね。で、ただし、どっちも行き過ぎっていうのはやっぱり良くなくてですね、私はまあいろんなところで中庸っていう言葉がいい、中庸って真ん中っていうことですよね。で、どちらにも感情が振られすぎない人がいいなっていうふうに思ってるんです。なんだろうな、断られるっていうのは、なんていうのかな、まあ、逆に課題が分かるので、じゃあその断られる要因を外せば OK になるわけですよね。なのでそれっていうのは別に落ち込む話とかでも何でもなくて、むしろね、ありがたいんですよね。課題解決のためのヒントをいただけちゃうので。一番困るのは断りもしないし、いいとも言わない、なんか中間点で本当にその人が何をしたいのかが分からないっていう人が一番困ります、営業的には。で、その答えを引き出すように質問をしていくことになるわけなんですけど、そうすると、まあ、本当に本当にダメだよねっていう結論に立つ時とかもありますよね。別にその時は引けばいいだけなので、営業職を売るっていうことと勘違いしてる人がいる、まあ勘違いって言い方変か、売るのは間違いないんですけれども、押し売るわけではなく、問題解決のために商品を提案するだけのことなので、問題解決しきれない商品だってあるんですよね。その会社の商品が万能なわけではなくて、万人に受けるわけではなくて、この人には合うけどこの人に合わないっていうケースとかがありますので、そうすると合わないっていうことになるので、結果断られるということはあります。だからそれがそのまんま、まあ、ネガティブの方向に、私ってダメなんだっていうことではない場合がありますね。しかしながら、営業のスキルっていうのは磨かれていくもの、まあ本人が自覚を持って磨いていこうと思って磨かれていくものなので、自覚がなければ磨かれないです、やっぱり ちゃんと反省して、なんでこれがダメだったんだろうとか、上司とのロールプレイングとかがいいですよね、やっぱり。私のコンサル生さんとかも、制約がうまく取れない人とかは、私と実際にお客様が来るシミュレーションとかをやってみて、そこでそのセリフを言うんだとあんまり決まらないかもしれないねとかって、そこではこういう切り返しの方がいいよとかっていうのは伝えてあげたりするので、それを覚えていってうまくいくようになると、またその形でトークを繰り返していけるようになるので、練習、気づきと練習と修正っていうのは営業初期の頃はやっていく必要があるかな。ただ女性の場合にはそのあたり素直なんで、覚えていくと上手にできるようになっていくケースも高かったりしますね。はい。
あと誰とでも仲良くできるっていうところですね。まあ営業としての要素であればそれはあった方がね、もちろんいいです。まあ仲良くなれるというか、信頼されるような誠実な感じとかですね。だからいわゆる、なんて、人柄的には好きだけど仕事的には契約はできないとかっていう場合には、仲良くなってる、気になってるっていう場合もあるので、本質的に仕事上で仲良くなる、パートナーシップを取るっていうのは信頼関係がベースにないとそれは無理っていうことなんですね。だからなんかどこそこ、そうだな、見込みとか聞くときにですね、部下に見込みとか聞くときに、まあ、来月あそこは取ってこれるような気がしますとかね、ここは確実ですとかっていう答えとか言われたときに、本人の思いと相手に提案しきってる内容とかのギャップがある場合に、翌月決まったかとかっていう話をすると、断られましたみたいな、硬いって言ってたのにっていうのを聞いていくと、あ、どうやら、そこの踏み込んだ、ちゃんと信頼構築がっつりっていうところではなく、本人は表面上で仲良くなったつもり。だから仲良くなることと、契約をいただくことって別なので、仲良くは慣れた方がいいです。でも、そこでちゃんとお仕事として信頼してもらって詰めていく、契約をもらえるっていうスキルはまたちょっと別の部分になるので、はい。なので、仲良ければ仕事をもらえるっていうわけではないので、そこを勘違いしない方がいい。と思うんで、なんだろうな、仲良くはなるんだけれども、きちんとお仕事としての距離感で付き合えるような関係性を構築できる人が営業に向いてるなっていうふうに思いますね。あと、自分に自信があるっていうことですね。まあ、これは営業としては非常に大事な要素だなというふうに思ってますね。自信はあった方がいいですね。あと、私個人的にはですね、やっぱりその商品が好きっていう方がいいです。売る商品が好き。私、無形、有形どっちも売るんですけれども、形がないものを売る方が得意な人です。例えば旅行っていうと、旅行のプランニングはそこに旅行があるわけではなく、こういう旅行行けますよねっていう、そこを夢を持ってもらってプランニングをしてって対価をいただく。で、それが本当に良かったかどうかは当日現地に行かないとわからないっていう、まあ、そういう状態になってしまうので、まあ、ないものを売るんですけれども、まあ、その方がどちらかというと得意ですね。住宅もそうですね。図面で話してる時にまだ立ち上がってないので、想像してもらって、まあ、途中経過も見てもらうんですけれども、最終的に良かったかどうかっていうのは住んでみてわかるっていうことなので、これも無形のものを売っていくスキルになりますね。ブライダルもそうです。ブライダルのバンケットのプロデュースは、当日花嫁花婿が喜んで初めて評価が されるっていう職業なんで、でやってきたの結構みんな無形のものになりますね。だから、それが楽しいとか好きっていうことでないとまず売れないですね。だから固形のものでこういうものを売ってっていうふうに言われても、私は自分が気に入ってるものでないと売れない人なので、そういう意味ではもしかしたらプロではないかもしれません。本当の本当のプロ中のプロの営業は、気持ち切り離した状態でその商品のいいところを探して、そうだな、通販でいうとジャパネット高田さんとかそうなのかな。でもあれ、思い入れがある商品やっぱ売ってるのかな あれなんですけど、まあ採用するってことはある程度思い入れのある商品なのかもしれませんけど、プロ中のプロはどんな商品でも売ります。私は思い入れがある自分の気持ちが入る商品を売りたいタイプの営業なので、そもそも会社を選ぶ時もその商品が好きかどうかっていうのは非常に大きな選択肢の要因になったりとかしていました。なので、自信はね、基本的に営業だったらあった方がいいです。あと、その商品が好き。女性は好きっていうことに対して語るの、すっごい熱い思いを語る人多いですね。だからその商品の値段とかそういう問題じゃなくて、その商品が好きっていう思いを聞いてるだけで買いたくなっちゃうっていうケースが結構多いんですよ。特に女性対女性は共感型なので。なんで、まあ、だから口コミ的なネットワークっていうね、あんまりこうマルチ商法とかいろいろ言われてますけど、あれが上手なのが女性が多いのはきっとそれなんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかしています。なので、自信はあった方がいい。ただ、ありすぎる、要は自信過剰っていう人はやっぱり空気読めないですし、あと、自分に謙虚に反省できないタイプの人が多いですね、自信過剰っていう人は。だから、
自信があって商品は好きな方がいい、だけど過剰は良くないっていう、そんなあたりが判断の基準です。じゃあ、売れる営業っていうのは、どういう人なのかっていうと、さっきちょっとね言いましたけれども、ジャパネット高田さんとか社長さんは本当素晴らしいなっていうふうに思いますね。その商品を売るための、いいところ、どういう切り口で売ったら一番こうお客様に響いて、その購買層の方に買っていただけるかっていう、購買心理も当然読んでやっていく方なんですけれども、非常にお客様のことをよく研究されてる方ですね。だからそれを伝えるために確かに喋りは上手い方がいいんですけれども、むしろですね、聞くのが上手、喋りはだから2割ぐらいでいいと思ってるんです。8割ぐらい課題とか質問を聞くことができる、質問力がある人の方が向いてるんじゃないかな。あとは自分の思いとかを語れるっていう、マインドですね、自己開示能力が強い人の方が、まずは営業向きかなと思いますね。で、その思いについてこれるように、少しロジックですね、お客様はどういう時に商品を欲しいのかって思うのかとか、それを分かってオファーを出す、提案をできるっていう、このロジックがついてくると、契約取りやすくなります。そうするとまた自信がついてきて契約取れるようになるので、そのサイクルで育てていくっていうのがいいのかなと思います。だから女性は私どちらかというと営業には向いてるという素養だと思ってるんです。脳の仕組みから言っても、特にルートとかだとお客様たくさん持つので、マルチタスクの方が向いてたりとかしてます。逆に男性の営業だと、どっか大きいお仕事一点集中で取りに行くっていう大型プロジェクト案件みたいなやつの方が向いてんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。その達成感もすごいじゃないですか。その俺はやったみたいな評価とかも分かりやすいですしね。なので、女性はきめ細やかに見てってあげるようなタイプのルート営業系とかの、開拓とか、あとはメンテナンスが向いてるかなと思ったりとかしています。はい。なので、性格的な素養はそんなイメージなので、女性は向いてるか向いてないかって言われたら、私は向いてるかなっていうふうに思います。ただ適材適所があるので、向いてるタイプの営業と向いてないタイプの営業があると思うので、そこを見極めて上手に配置して働いてもらうと、活躍してってもらえるんじゃないかなと思いますので、ご参考になさってみてください。それでは。